おはようございます。おはようございます。ただいまから12月第1回定例記者会見を始めます。はじめに市長からご挨拶を申し上げます。おはようございます。12月最初の定例会見というところですが、12月1日一段書きの日ということです。これは12月が一段書きの出荷月ということ、それから一段書きの1にかけて12月1日を一段書きの日ということで、これは一段書き発祥の里活用推進協議会、これそれと、一段書きブランド推進協議会、この2つの団体の共同で、日本記念日、協会の方に、記念日登録をしたということです。で、今週の火曜日、11月28日には私も、初めてですが、太田市長、東京の太田市長にですね、トップセールスということで、J 南信州の豊沢組合長と一緒に、競りの前にですね、PR をさせていただきました。市場の皆さんの一段書きの評価が非常に高くてですね、改めて一段書きのブランド力というのを認識をした次第です。で、今年につきましては果物全般にそうですが、夏の猛暑の影響があって一段書きも玉がやや小ぶりということですけれども、糖度の方は例年よりも持っているということで非常に出来が良いという、そういう評価を市場の皆さんからもいただいていました。で、ぜひ年内を中心に、しっかり出荷をしてほしいという声があってですね、今年も全国の皆さんにあるいは海外の皆さんにも一段巻き、おいしい一段巻きを、ご賞味いただきたいということで、PR をしてまいりました。それから、もう一点、インフルエンザの状況、非常に感染が拡大しているという状況です。範囲圏域の1定点あたりの陽性者というのは、先々週は 69.71 という数字だったんですけれども、先週は 83.86 という数字になっていまして、これは統計を取り始めてから一番高い最高値というふうに保健所からお聞きをしています。小に、若年層に極端にシフトしているという話で、小中学校あるいは高校でもですね、学級閉鎖、学年閉鎖というところが数多く出ているというふうに、報告を受けています。ぜひお子様をお持ちのご家庭ではですね、気をつけていただきたいと思います。また先週になって、これまでほとんど見られなかった高齢者層にも陽性者が出てきたということでありまして、これも合わせて警戒ご注意をいただきたいというふうに思います。はい、私からは以上です。よろしくお願いします。本日発表事項はありませんので、ここから質問を受けたまわります。ご質問のある方は挙手をいただきまして、指名を受けましたら社名、氏名についてご質問ください。それではご質問ください。はい、南信州新聞さん、どうぞ。南信州新聞社の方です。お願いします。あと教育行政について伺います。教育、はい。先日学校の間進会、この中で現在9つの中学校ごとに小中一貫だ小学校とするその学校、学園こそ示されました。はい、これに対する市長の受け止めを聞かせてください。はい、これまでも、小中連携一貫教育ということで、それぞれの中学校ごとに、学校教員会を通じてですね、小中学校の連携を図ってきたということですけれども、今回在り方検討の中で、改めてそれぞれの中学校を、学園という括りをつけて、それぞれの学園ごとの、特色ある教育あるいはそれぞれの学校の在り方について、考えていく、そういう枠組みが示されたということで、これまで
それぞれの学校協議会で議論してきたことを一旦まとめて、もっと踏み込んだ検討をしていくという、まあ、そういうことで学園構想を提示したというふうに認識をしています。で、その中でもいくつかの学園については具体的にこれからどういうふうにこう、学園を作っていくかということについて見込んで検討するというふうにも、示されたというか、学校委員会としてはそういう思いを持っているというふうに聞いていますので、これまでの議論がこれからさらに具体化するというふうに、思います。で、私もいろいろなところで、ご意見を伺う中で、保護者の皆さん、これから、現在の保護者の皆さん、これから保護者になる皆さんを中心に、やはり子どもの、教育機会というか、子どもたちの、数が減っていく中で、例えばスポーツについて選択が非常に限られるということや、仲間の数が少ないということについての心配というようなことをお聞きをしていて、そういった意味でそれをじゃあどういう形で、解決というか、どういう形でそれに対して向き合っていくのかという議論がこれから進んでいくというふうに思います。これまで、まあ、どちらかというと、それぞれの地区において学校をやはり大事だという議論が中心にされてきたわけですけれども、もう少し今度は、現在のお子さん、それから将来のお子さんの、まあ、教育の、場としてのお学校というのを考えたときに、そのあり方をもう少し踏み込んで考える、まあ、そういうことになっていくのかなというふうに思います。私の方から直接こうするあするという話は申し上げないようにしたいと思っていまして、教育委員会を中心にそれぞれの地域保護者の皆さんと議論を深めていくということで見守っていきたいと思います。はい、見守るということですが、前回の市長選の際には学校の統廃合も含めた影響もありましたが、今回の学園構想は市長方針にここが重なってくるものなのか、その点聞かせます。はい、市長選の頃に少しそういう議論があったというのは、先ほど申し上げましたように、各地域からすると学校というのは今ある場所で あり続けてほしいという意見が多い中で、保護者の皆さんやこれから、子どもが小学校に上がるという親御さんたちの中には、やはり今の、希望は心配だという声があった、まあ、そういうことを市長選の中でも言及したのかなと記憶していますけれども、ここからいよいよそのテーマについて具体的な議論をされるということになるというふうに思っています。で、先ほど申し上げましたように、それぞれの地区あるいはそれぞれの学校についてこうしたかどうかということを私の方から申し上げることはしないつもりでおりますので、そういう意味で議論を見守りたいというふうに考えます。すみません、最後です。そうなると教育要請とすれば、諸都は転換期を迎えるかなと思います。これまでの小中連携一貫教育、これをどのように評価されるか、その点を聞かせてください。小中連携一貫教育という形で飯田市が取り組み始めてからもう10年以上経つと思いますけれども、当初その、中1ギャップですね、6年生から中学校に上がるときに、そこで不登校というか学校に行きづらくなるという、まあ、そういう子どもがいるということに対して、お互いの様子を学校の先生方がよく象徴して、そういった中1ギャップを生じないように連携をしっかりしていこうというのが、まあ、スタートだったというふうに私は認識していますが、そういった意味での中1ギャップ問題というのは現在、かなり解消されているというふうに思います。そういったことも含めて、その小中連携一貫教育の取り組みが先ほどお話になった学校の在り方の方にこうさらに踏み込んでいくということになると思いますので、これまでの小中連携一貫教育の評価としては、まあ、そういう当初、
っかけとなった中1ギャップという、ここについては非常に、乗り越えたというか、そこの課題については一定の成果を上げたというふうに思いますので、次の、全体をこう一貫したカリキュラムであるとか、子どもをこの学園としてはこんな子どもを育てたいんだというのをこう、地域と家庭とか、まあ、共有してこう、作っていくとかっていうのは、さらに一歩こうグレードがある段階にこう進んでいくのかなというふうに思ってます。ありがとうございます。他にはいかがですか。はい、篠宮日新聞さん、どうぞ。篠宮日新聞の早森です。お願いします。昨日保育連合議会で、はい、例の飯田創造館の、まあ、廃館後の、まあ、拠点となる保育連合の事務センターを含めた建物の、はい、まあ、改修設計業務委託料というのが、まあ、補正予算に可決されたわけですけれども、はい、まあ、これから規約の変更とかそういったものも各自治体同意とかが必要で、まだこれから手続きはあるんですけども、まあ、市長もいろんなところでおっしゃっているのでちょっと繰り返しになってしまうかもしれないんですが、その県と その、まあ、費用負担ですとか、今後のその連合とその県と その役割分担ですとか、そういったことについては改めて市長としては今後どういうふうに考えていらっしゃるかというのをお聞かせいただければと思います。はい、まあ、今回の広域連合としてのこう、文化芸術活動支援の場を作る、まあ、これについては、きっかけがやはり、まあ、創造館の閉館ということになっていますので、その創造館の閉館に伴って必要となる、部分、もう具体的に言うと、今創造館にある設備をこう新しい活動の場にこう移して、いく、まあ、この部分についてはもう基本的に県の方で負担していただきたいというふうに思っています。それから、まあ、地場産センター等の施設を、まあ、文化芸術活動の支援の場として使うにあたって、まあ、改修が必要となる部分、この部分については設置者としての広域連合の負担というのもあると思いますが、やはり県の方にも応分の負担を求めたいと思いますので、まあ、全部とは言いませんけれども、しっかり県の方にも負担をしていただきたいというふうに思っています。まあ、そういうわけでこれからですね、県の方のとの、まあ、しっかりと協議をしていきますけれども、しかるべき負担はしっかり求めたいというのが我々の立場です。ありがとうございます。現在の時具体的に どのぐらいの割合でとかそういったことっていうのはあまりまだ数字の話はもちろんこれからなんですが、考え方としては先ほど申し上げたように創造館の機能を移すという部分、機能というか設備等を持ってくるというところについてはもう県の方でぜひ負担していただきたいというふうに思っていて、それ以外のところは、数字はだから申し上げ、まだちょっと協議これからなんで申し上げられないですけども、しっかり負担してもらえるように協議をするというふうに考えています。ありがとうございます。はい、他にどうでしょうか。はい、南信州新聞さん、どうぞ。すみません、関連でお願いします。先日の全庁で創造館の閉館となる新たな拠点整備について議員の方から、その運転免許センターの設置に絡めた県の内部に怒りを感じるような発言がございました。その点、市長の認識をお願いいたします。まあ、そうですね、我々の方から、運転免許センターの設置については、要望したという、経緯が、あるということもあって、最終的に今回県と広域連合と、飯田市との間で、どういう形で
利用者の皆さんの活動場所を確保するかという議論の結果としてですね、小池連合が、その場を用意するということになったということなので、議論のスタートと最後の結果だけを見ると、運転免許センターを求めた側が、労働課の閉会に伴うその代わりの施設を小池連合が作った、まあ、そういうような見え方になるのでですね、そのことについて、県がこう、なんて押し付けたという、まあ、そういう受け止め方があるというのは私も理解をします。ただもちろん競技の経過を、よく見てもらうと、まあそこのところについては県と地元との間では、まあ、いろいろな競技の経過があって、最終的には小池連合として利用者の皆さん、市民の皆さんの、活動の場を中途半端な形で整備するわけにはいかないということで、小池連合が整備する形になったということなので、そんなに単純な構図ではないんですけれども、やはり県の、役割としてもう少し踏み込んで、対応して、くれればという、そういう思いはもちろん誰もが持つところなので、まずはその整備にあたっては負担の部分ですね、しっかり県の方にも役割を果たしてもらいたいと思いますし、これから場が、できたとしてもですね、それは我々小池連合でできるところってやっぱり場の提供のところなので、その文化芸術振興ということですね、そこの部分については創造館があった時以上にですね、県の方でもしっかり目を配っていただけなければいけないというふうに思いますから、まあ、その怒りを覚えるっていう、ところは、まずはそうなのかもしれませんけれども、そういう方も多いのかもしれませんけれども、しっかりその県の方に役割を求めるという形でここは申し上げていくということではないかなと。他にはいかがですか。よろしいでしょうか。ありがとうございました。それでは12月第1回定例記者会見を以上とさせていただきます。ありがとうございました。